つも動いてますよ。さあ、どんな歩き方をしてくれるんでしょう。お、いきなり後ろ向き、後ろ向きで歩けるんですか。ええ、ロボットにとってはですね、ええ、まあ、全身もバックも結局同じことなんですね。同じなんですか、ええ、人間にとっては逆なんですけどね。なんか後ろ難しい。なんか今度は斜めに歩き出しましたが、あれでもなんか一回止まってからまた斜めに行きましたよ。ええ、実はですね、この位置から向こうの斜めの方にですね、はい、いっぺんに行きなさいって言うと、こういう歩き方をしてくれるんですね。こうターンしてまっすぐ歩いていってしまうんですね。でもその方が絶対早いですもんね。そうなんですよ。このロボットはですね、どこどこに行きなさいって言うとですね、はい、最短時間で行く歩き方を自分で考えて歩くんですね。自分で考えて歩くんですか。